はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久しぶりにあの立川にございますトスカーナさんにお邪魔しておりまして、とんでもないものが来ました。あのサムネとね、見比べてもらうと分かると思いますが、全く合成ではありません現実でこのサイズでございます。今回ですね、お作りいただきましたのが勝林ということで、とにかくすごい。ちょっとね、今回ですね、久々ということでチャレンジメニューとして挑ませていただきます。一応ね、総重量自体はだいたい 4.5 なんだって全く見えないけど、でしかもね、売るものとはいえカツがね、とんでもない数乗っておりますので、今回ね、制限時間30分ということで、かなりねきついチャレンジになるかと思いますので、全力で挑ませていただきたいと思います。よし、そっちがその気なら勝負しようぜスタート、はい、いただきます。いただきます。ひとまずやっぱね、熱々のうちにカツいきましょうか。うん、うまっ。これやばい、あんまやばい、音聞いてもらったら分かる通り、お肉はすっげえ柔らかいんだけど、衣がね、サクサクで、この量やばいかもしんない、うん、なんでこんなうまいの急いでんだろうそうすると、カツは遅くても20分で食べきんないと無理だね。で、残り10分で林食う感じだよねいけるか、これ。すげえ卵あるな、これこれ何個分で卵だろう、計算してなかったわ今。10個。ちなみにカツは何枚あるんですか？カツは6枚です。そうだ、トスカーナさんちの1枚超でかかったんだ、そういえば
忘れてた。さ、あの現実でもそう思うんだけど、湖ですよね。完全に上から見ると、この手のサイズの比率分かるかな。やばいよね。あ、やっぱご飯とかうまいっすね。カツもうまいんだけど、ご飯とこのルーがもうとにかくうまい。30分やばい。これやばいよね。今10分過ぎたあたりでしょ。やばいね。綺麗に半分になりました。すごい画面越しです。すごいな、フォトショップ見て切り抜いたみたい。すごいな。今ね、顎の感じで言うと体感でね、もうチャレンジが終わったあとぐらいの疲労感がある。いや、いや、この
カツ1枚ゆっくりビールと食いたいですね。めっちゃうまいんだけどな。デカ盛りだからさ、作るのももちろん調理時間かかるんで、今ね、食べてから、時間も経ってるし、結構ね、揚げてから経ってやってると思うんだけど、ごめん、噛んだ。結構ね、揚げてから時間も経ってるとは思うんだけれども、しっかりね、これサクサク感も残ってるし、お肉も柔らかいして、いやー、これはね、マジ、急ぐべき食材ではない。ゆっくり食べるべきで、みんな、ゆっくり食べてね。うん、30分短い。すげえ。やっぱすごいっすね。お腹じゃなかったですね、全然。飲み込む時間がもうとにかく足りなかったですね、やっぱり。せっかくなんで、これ以上だと無理やり詰め込む形になっちゃうんで、もしよければ家でちょっと今日晩ご飯につまませていただきますんで、テイクアウトでいいですか。はい、ありがとうございます。すいません。ということでですね、今こんな感じでございます。時間も間に合わずでして、チャレンジとしてはもう失敗という形で、これ以上ね、頑張って食べても無理やり食べることになってしまうですよね。それだったらね、美味しくね、帰ってからいただきたいなと思いますので、残ったカツやデミとご飯か、ゆっくりと美味しくお酒つまみながらね、いただきたいと思います。トスカーナさん自体はね、動画で来るのはかなり久々かなと思いますが、毎回ね、こちらのお店でチャレンジをするたびに言ってるのが、なんで俺は急いでんだろうっていう、本当にね、それぐらいゆっくりね、美味しく味わいたいぐらい絶品のね、料理ばかりでございますので、基本的にはね、大食いの YouTuber さんがチャレンジとやってるメニューに関しては、単体で販売してるのも多くありますので、ネット等で調べていただいて、食べたいメニューをね、トスカーナさんの方で食べていただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、サブチャンネルの方でも最近活動しておりますので、そちらを概要欄の方からチェックしてください。以上。